かけるんちょ、かけるんちょちょちょ、どうも佐藤かけるです。5日後に引っ越しを控えているので、今日は最後にルームツアーをしていきたいと思います。はい、まず場所は東京都中野区です。そして家の詳細がワンルーム 4.5 畳になります。じゃあ早速ルームツアーやっていきましょう。はい、最初に全体を見せます。いつもね、これ、この角度で、いつもこの緑色のカーテンバックにして、ここで撮ってました。で、これ、こっち向きにすると、こんな感じになります。はい、まず、こちら、玄関になります。で、ここにね、玄関の人を見れるように、なんだっけ、わかんないけど、レンズがあって、で、ここに、これですね、鍵があります。で、ここ26になってます。で、ここがね、まあ、下駄箱で、こっちがね、こっちが、まあ、ドン・キホーテで買った、ね、3000円ぐらいの靴、2年履いてます。こっちがまあ去年夏に買った、ね、どっかで買ったやつですね、クロックスです。でこれがこれ案件でいただいたマッサージ機になりますね。でこれがですね、洗剤ですね。なんか丸いなんか固形のタイプのね洗剤があって、でこれがですね、シャワールームですね。はい、こんな感じでシャワールームがあって、で、風呂はないです。はい、だから僕1年半風呂入ってないです。そう、ここにね、今1年半住んでるんですけど、1年半風呂入ってない。で、ここにね、まあ、こうやってスイッチがあって、で、これね、浴室乾燥機ボタンがあります。ここね、ベランダがないんで外干しできないんで、もうここで乾かすしかないですよね。で、もうちょっとこっち側に回りましてですね、で、これ洗濯機ですね。で、これがハンドタオルで、ここに収納があって、で、開けるとスポンジが入ってます。はい、そして、こっちですね、ここに、まあ、扉があるんですけど、まあ、これ開けるとトイレです。はい、こんな感じでやってます。はい、次にキッチンを紹介していきます。まずこちらがね、水道ですね。水道があって、でここに、ハンドソープのキレイキレイと食器洗うやつキュキュッとがあります。で、これが冷水 で、これが蛇口で、これが、お湯ですね。で、これが、食器洗うね、たわしみたいなやつで、で、これが、一口コンロですね。はい、で、上に行くとですね、こう3段こう収納があって、で、これがね、クリアクリーンっていう歯磨き粉で、ね、茶碗とか歯ブラシ、歯磨き粉、ね、マグカップとかしゃもじとかがありますと。そして、下行くとここに扉があって、でここにね、カビキラーですね。カビキラーがありますと。はい、で、こっちが、米入れるやつと夜間と鍋みたいなのがありますと。こんな感じですね。はい、はい、そしてね、さらに進んでいくとですね、こちらね、撮影用のリングライトがあって、でこっち側に企業案件のものがあって、でここね、まあ、僕の使ってるバッグがあって、でここはねクローゼットになってますね。服をこう吊るせるようになっていて、で、これが電球で、で、これが皮膚科でもらったね、ステロイド薬で、これがアルコールですね。除菌のやつ。で、これがですね、あれ掃除機なんですけど、掃除機を入れるやつがこれ。で、まあ、ケチャップとか、あとこれ、マスクと、眉毛剃るやつを、ちょっとビニールの中に入れてますね。で、こういう風に化粧水とか、七味唐辛子、一味唐辛子と、あと、タバスコと、ドレッシング、醤油って感じですかね。はい。で結構ね、ここだけちょっと唯一掃除してないんで、結構ホコリがね、ちょっと多いんですけどね。はい、次にですね、こちら、冷蔵庫があって、その上に電子レンジ、そしてその上に炊飯器。こうやってね、狭い部屋ではこうやって縦をね、有効活用するのがいいとね、言われてますね。で、ここ角部屋なんで、まあ、ここにね、まあ、窓があって、まあ、窓って言ってもまあ、開けられないんですけどね。はい。で、これが4段ボックスですね。はい。で、まあ、そこにね、化粧品を置いて、で、ここに椅子を置いて、これテレビなんですけど、まあ、1年半前に買ったんですけど、結局狭すぎて使えないということで、買ったんだけど1回も使ってないっていうテレビですね。非常に邪魔なんですよね、本当に。で、これがね、通気口ですね。で、ここにコンセントがあって、で、ここにエアコンがあって、で、ここが撮影場所ですね。はい、緑のカーテン。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ狭いですよね。めっちゃ狭くて。で、これね、掃除したんですよ、実は。はい。掃除した後だから、結構歩くスペースあったんですけど、もう普段はもう、結構散らかってて、歩くスペースないぐらいですね。はい。
あの、ここにある椅子ですね。もう、ここにある椅子にこう座るぐらいしかできないですね。はい、次の動画では新居のルームツアーをしていくので、お楽しみに。では、まったりー。それってあなたの感想ですよね。うるさい、ひろゆき。わぁー。参る。ドン。渡辺、よりほどです。で、キャリちゃん。